で女優さんになって売れて貧しい国とかにお金とか水とか食べ物を送る方です。僕の夢は2つあって、1つ目はサッカー選手で、もう1つはお笑い芸人小1からそのクラブチーム、サッカーチームに入って、そこから小学校、中学校、高校ってクラブチームで、学校の部活っていうのを高校の時に少しだけ経験したけど、基本的には部活動っていうのはあまり経験したことがない。クラブチームでずっとだから、ここの小学校だけじゃなくていろんな小学校から集まるチームで活動してたから、同じ学校じゃないことをいつも練習したり試合だったりしてました。バレーボールをちょっとやってて、打つ方ね、踊る方じゃなくて、バレーボールは放課後にちょっとある時に参加したぐらいで少しだけやってました。尊敬している人はね、もちろん嬉しい、自分の両親のことはすごく尊敬してます。あとはね、尊敬してるというかすごく感謝している人はいますけど、それはやっぱり小学校の時の先生です。そのある小学校から違う小学校に転校したんだけども、その転校先の先生が最初の3日間ぐらいしか学校に行っていないんだけども、その先生が、僕のことを学級委員長にした。本当にまだ全然全員の名前も知らないんだけど、すごくこう、まあ悪いこともいっぱいしたけれども、いろんな意味であなたはリーダーになれる人だっていうことで、まだ新しい、まだ本当に全然友達の顔もわからない、名前もわからないのに学級委員長になったの、させられた。でそれをきっかけに、すごくこうみんなのことを考えるようになったし、仲間を大事にするようになったし、その先生にすごく助けられた覚えは今でもすごい本当に感謝して。